んにちは。日中は暖かい日もありますが、夜になると一気に気温が下がり、急に真冬になったような気候ですね。東京ドーム周辺のキラキラと輝く和風をイメージしたイルミネーションもとても綺麗ですので、冬ならではのイベントにお出かけしてみてはいかがでしょうか。それでは瞬間文教タイム、今週のラインナップです。まずはこちらの話題です。12月15日文教シビックホール小ホールで白バラセミナー、私たちが望む未来へが開催されました。文京区明るい選挙推進協議会および文京区選挙管理委員会が主催し、区民の皆さんに政治や選挙を身近に考えていただく機会として開催された今回のセミナー。第1部ではテレビ番組でも活躍する元衆議院議員の杉村太蔵さんが基調講演を行いました。今の年金制度、現役世代から見てですよ、何が一番頭にくるか、問題か、現役世代か。今ですね、70歳過ぎたって現役バリバリに収入ある方大勢いらっしゃいます。永田町には特に多いんです。第2部の若者フォーラムと題したパネルディスカッションでは、選挙の時自分で選択するために必要なことや知っておいた方が良いことなどについて、模擬選挙推進ネットワーク代表の林大輔さん進行のもと、若者の政治参加投票率の向上などを目指し活動する団体、大学生や高校生、講演を行った杉村太蔵さんも加わり話し合われました。なんか意見言っても無駄だよなとか、届かないんじゃないのかなとか、なんかその辺感じることはないのかなって思うんですけど、政治っていうものをもうちょい身近に感じられるような、例えばこのような講演の機会も もう少し若者の方に来ていただければ、議論とかもすごい身近なものになったりとか。選挙に行かないっていう人は自分の意見が反映されるか分かんないとか、反映されてる実感がないからっていうのがやっぱり大きいと思ってて、自分の意見が届いているっていうことが実感できればっていうのがもっと増えればいいんじゃないかなって思います。より主体的にですね、もう政治に関わろうという気持ちを持っていただくというのはですね、これから皆様方我々にとってはとても大事なことかなというふうに今聞いてて思いました。若い世代の活発な意見に会場の皆さんは興味深く聞いていました。若者の選挙離れが問題となっている昨今、日本の明るい未来を作っていくためにも、やはり若い世代一人一人が政治と向き合いながら自分で考え行動することが大切なのではないでしょうか。では続いての話題です。12月8日から10日の3日間、文教シビックセンターでふれあいの集いが開催されました。12月3日から9日の障害者週間に合わせて、障害についての理解と関心を深めてもらうことを目的として行われているふれあいの集い、文教シビックセンター1階のギャラリーシビックとアートサロンでは、作品展として区内障害者施設、団体、個人、区内小中学校や障害者団体の力作が展示されました。アイディアにあふれた素晴らしい力作の数々に、訪れた方々は足を止め熱心に見入っていました。また地下1階ではお茶席やコインケース、クリスマスリースの革製品を作成する体験も行われました。あ、おいしい。
リボン。リボン。あ、かわいい。あ、いいね。はい、できた。オッケー。上手にできました。楽しかったね。そして障害者スポーツを紹介するコーナーではパラリンピックの正式種目でもあるボッチャの競技体験が行われました。やったの初めてだったんで、はい、意外と思ったところに行かなくてボールは重いですね。みんなと一緒にできるなんか新しいスポーツかなっていう感覚のスポーツだなっていうふうに思いました。今回行われたふれあいの集いなどのイベントを通して障害の有無にかかわらず誰もが共生できる社会を作っていくためにも私たち一人一人が障害に対しての理解を深めていきたいですね。では続いての話題です。近年区内でも被害件数が増え続けている特殊詐欺、その手口や対策について大塚警察署生活安全課の西村さんにお話を伺いました。平成29年度区内特殊詐欺の状況は認知件数が75件、被害総額はおよそ1億5000万円となっており、平成28年度と比較すると認知件数は2倍以上に、被害金額はおよそ5000万円も増え、被害が急速に拡大していることがわかります。特殊詐欺にはどのような手口があるのか教えていただけますか。発生件数の多いものですと、犯人が息子や孫のふりをして電車の中で会社のお金が入ったカバンをなくした、お金を用意できないかなどと電話をかけてくるオレオレ詐欺のほか、最近では還付金等詐欺も増えています。こちらは観光所の職員のふりをした犯人が医療費、保険料、あるいは税金が戻ってきます。手続きの期限は過ぎているんですが今日中なら間に合いますという電話をかけてきます。その後携帯電話とキャッシュカードを持ってこちらが指定する金融機関の ATM へ行って着いたら電話してくださいと指示をしてきます。そして到着した ATM から還付金の手続きを装って振込操作を指示して犯人の口座にお金を振り込ませるんです。さらには有料サイトの利用料金が未納です、支払わないと訴訟になりますなどと携帯電話のメールやハガキで不安を煽り金銭を振り込ませる手口の架空請求詐欺も同様に増えていますのでご注意ください。こうした被害に遭わないためにはどうすればいいのでしょうか。いずれも金銭に関わる要求をしてくるものですので不安や疑問を感じたらすぐに家族に相談するか警察に110番通報をお願いします。また効果的な対策として自宅の電話を常に留守番電話に設定しておき直接電話に出ないという方法があります。最近はこのような自動通話録音機というものが貸し出されていますので使ってみるのもいいかもしれません。この機械は電話がかかってくると犯罪被害防止のため会話内容が自動録音されますと警告メッセージを流すので犯人が通話を断念して被害を未然に防ぐことができるのです。詐欺被害に遭った方の多くが自分は騙されないと思っていたと答えられていました。皆さんも自分は大丈夫と安易に考えないで大切な財産、家族を守るため日頃から家族で、地域で、友人で特殊詐欺についてコミュニケーションを取られておくと良いと思います。最後になりますが皆さんのご家庭に不審な電話などありましたら最寄りの警察署まで至急情報提供をお願いいたします。大切な家族や友人、知人、そして自分自身が詐欺被害に遭わないためにも日頃から注意を心がけましょう。瞬間文教タイム、それではまた。